おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今はティニー・ソーターっていう、Google が提供する機械学習で画像判別するソーターですね、選別機を作ろうとしています。で、以前は本家のこのティニー・ソーターを探ってたんですが、ちょっとここ、結構行き詰まってしまって、今は Teachable Machine、ティニー・ソーターを作ってみようということで、このコーダー道場福岡さんのこのページをフォローして作ってきました。で、私自身もこの部分の装置ですよね。これを作って、検討士でずっと作ってプログラムもできるようになったので、今日は実際に装置を動かして学習するところ、このトレーニングってとこですよね。ここをやってみたいと思います。はい。で、まず準備なんですけど、私の動画の前回のこの最後ですね、これの概要欄に貼ってあって、まずいろいろあるんですけど、まず使うのはこのサーボシェイクプログラム、これをダウンロードしていただいて、で、それから行くサイトは、このスクラッチさん、ここに行って、で、先ほど、あら、リンク間違ってるかな。あ、こっちですね。で、ダウンロードしたファイルをコンピューターから読み込んでください。これですね。で、読み込んで、で、マイクロビットと、マイクロビット、スクラッチさんとマイクロビットを連動させるためのアプリを動かします。スクラッチリンクっていうのを動かさないといけません。これを動作させて、で、マイクロビットを接続します。で、マイクロビットを接続して、マイクロビットには専用のプログラム、マイクロビットモアのバージョン2をインストールしておく必要があって、で、このマイクロビットモアクリックしてもらうと、ここですよね。これのびっくりマークをクリックして、ペアリングができるようになります。これが見えるのが、マイクロビットモアが書き込まれていれば、これが見えるので、これで接続して、エディターに行くって、これがチェックマークになってると動いているという状態になります。で、これが作った紙の装置で、で、マイクロビットモアが入っていて、拡張ボックスで、これのここのサーボにつながっています。で、B ボタンを押すと止まります。で、A ボタンを押すと、こう、シェイクをしていて、で、このシェイクしている状態で画像を学習させるということになります。一旦止めますね。で、止めて、私の顔も一旦消して、で、これで次は学習させるので、Teachable Machine の、Teachable Machine のリンクがないですね。私のサイトに Teachable Machine のリンクを貼っとかないといけないですね。Teachable Machine ですね。ここにあったと思うんですが、これですね。ダイレクトに Teachable Machine ないのかな？もう少し上にあるのかな？一番最初か。ここか。Teachable Machine のページ。ここに行って画像を覚えさせると。で、使ってみるの画像プロジェクトの標準モデルでいいです。で、これでウェブカメラを使うと私の顔が映るんですが、この状態でこうさっきの装置を装着して、なんかだんだん紙なんでとへたってきてるような気もしますが。こんな感じで装着して学習をさせますが、ちょっと今避けておいて、この状態で何を学習させるかっていう学習対象ですね。ちょっとそれを取ってきます。で、覚えさせるやつなんですが、ちょっとシールが貼ってありますけど、この M&M っていうチョコレートにしました。本当は振動でですね、坂を転がり落ちてくるんですが、本当はこの坂を、これが揺れる振動を使って徐々に落ちてくるって、マカロンとシリアルが落ちてきてここに乗るっていう設定なんですが、ちょっとなかなかいいもの見つからなくて、このような形で、この M&M だとこんな風に転がっていって乗っかるので、こういう形にしようと思います。ちょっと一つずつ落としてっていうことで、本来こう振動でうまく一つずつ落ちてくるっていうところがいいところなんですが、ちょっとそこはちょっと今回、勘弁いただいて、それで覚えさせようと思います。で、これの黄色と、見えますかね。黄色いやつと、形は一緒なんですけど、まあ、色で選別するみたいな形でいきたいと思います。で、まずは、クラスを、黄色なのでイエローとしておくと、でここのクラスを黒なのでブラックとしておくのと、でもう一つでない場合ですよね。なしからエンプと、この3つにしておこうと思います。で、カメラの位置にちょうどこうソーターが来るようにして、で先ほどのプログラム、ここで気をつけないといけないのが、このスクラッチのプログラムをちょっと別のところで動かして、それから私のこの VR 君のこの子が止まっちゃうので、カメラ塞いじゃうから止まっちゃうんですよね。私の顔も出なくなっちゃって、この画像が映ってるので、この VR 君が動かなくなります。だからちょっとあっても仕方がないので消させてもらって、でその代わり学習の画面にすると、まあ、この装置をのけると私の顔が映ると、こんな風に今なっているという状態です。で Teachable Machine のスクラッチ3でマイクロビットのプログラム動いているので、マイクロビットの A ボタンを押すとこんな風に動くようになります。この時に私の顔が微妙にチラチラ見えたりするんですけど、まずこれ黄色なので、で学習させるときはここを長押しします。で、このうまく転がるぐらいの角度にPC を傾けて、今乗りました。で、これで長押しして覚えさせますが、私の顔が映り込む方がいいのか映り込まないの方がいいのかちょっとわからないんですけど、まあこれで120枚ぐらい撮りました。で B ボタンを押して止めて、で黄色をのけて、今度はブラックです。でブラックにして同じようにレールを転がして A ボタンで振動させて、こんな感じで私の顔も結構映り込むんですよね。150枚ぐらいになっちゃいました。で、これで B ボタンを押して動きを止めて、で、のけて、で、本来のカラーの、これも動かしてからの動画を撮ります。で、これで気づいたんですけど、この私が普通に写ってるとか写ってないとか本当に何もないとか、あともう一度カメラをずらしてきてカメラを止めてこういうやつとかで私が映り込んでいるとか、結構このカラーの時にカラーだよっていうバラエティある画像をいくつかこう私の顔映り込んでますよねとかを覚えておかせた方がいいみたいです。私の顔だけとかで下の方がこう動いてるやつですよね。これもうちょっと撮りましょうか。このカラーのところだけ300枚ぐらいになりますが、まあ、これぐらいにしてトレーニングした方が、なんかカラーの時に映り込んでる私の顔なんかを見つけて黒だとかイエローだとかと認識するみたいです。これで学習させて動き出すと。で今学習が始まりました。でよく考えると今ちょっと学習中ですが、これですね、このプログラムシェイクの方を使いましたが、まあ、シェイクの方のプログラムを使って今シェイクさせています。で次終わると今度はプログラムを認識の方のプログラムに変えて、認識のプログラムで作ることになると。でそこまで一挙にやるとちょっと長くなるので、今日はこの学習のところだけをしようと思っています。結構画像の数が150、150の300で600枚ぐらいあるので、なんか結構やっぱり写真の枚数多いと時間かかってるみたいですね。この辺り早くこのスピード上げようとするといいコンピューターというか処理の早いコンピューターを使うことになるということになります。はい、50回終わりました。これで今なんかちょっとやっぱりイエローがちらほらしますよね。私の顔が映ることで、でも基本的にはカラーだよっていうふうに思っているみたいです。で黄色を落としてみます。はい、黄色が落ちました。感じとしてはこんな感じです。だからエンプティもしきりに出るんですが、まあ、瞬間的に90を超えて100ぐらいの値が出て、やっぱブラックが出るってことはなさそうです。で、止めます。で、この状態になると結構エンプティと悩んでますよね。はい。これがイエローの時です。で、ブラックに変えてみます。ブラックに変えて落ちてきました。でブラックはこんな形で動き出すと、まあ、イエローがちょっと飛び出て黒なんかイエローと間違ってたりしますよね。でこの辺り瞬間的にイエローが出るのはあんまり嬉しくないんで、結構これイエローの誤判定をするかもしれません。でこの辺りやろうとするともう一度こう戻って。黒の学習をちょっと増やしてあげた方がいいのかもしれません。で本当はこんな風に、こう左右に散ってくれる方がいいんですが、なんか今日は張り付いちゃうみたいですね。あまりいい状態ではないかもしれません。これで学習をし直して。ちょっと黒のデータ数を400ぐらいにしてしまいました。そうするとまた少しトレーニングに時間かかるかもしれません。ちょっと一回、待機。で、はい。うん。結構、カウントアップに時間かかるようになりました。ちょっと一旦これ、学習終わるまで止めたいと思います。はい、そろそろ終わりそうです。逆に、こんな感じになって、で、動かしましょう。よいしょ、振動を始めました。で、黒はよく出るようになったんですが、逆にカラーの時に黒とかになるので、やっぱり学習させるって結構難しいのかもしれません。これで揺するとカラーの時にちょっとイエローがピクピク出たりするのも気になります。まあでもイエロー乗っけたりあ、すいません。転がして。はい、イエローが乗っかりました。で、イエローの最中にも少し瞬間的に黒が出るのが嫌ですね。エンプティは出ないんですが。この辺りこだわり出すといかにこう賢く覚えさせるかっていうか、いい状態で画像をいっぱい撮るかっていうのにしないと、今も結構黒がしょっちゅう出ているので誤動作の原因になるかもしれません。まあ、今日はでも画像これぐらいに、画像っていうか学習はこれぐらいにしておいて、まあ、こう学習が終わるとこのエクスポートをしてもらってアップロードモデルでこのモデルをの URL をコピーしておくということになります。アップロード、少し時間かかってますね。アップロードをしています。その間も後ろで動いています。黄色なんですけど、なんか黒だって言ってるのが気になりますよね。逆に黄色の画像が減ったからかもしれません。黒ばっかり覚えさせて、黄色の画像が少ないので、黒だって言ってるのかもしれません。はい、これでコピーをしておいて、一旦これでモデルができていると。うん、なんか結構黒の判定が頻繁に出るのが気になりますね。もう一度ぐらい、ここが400近いので、こっちも400ぐらいになるようにデータを取りたいところですね。うん、これじゃちょっと黒、もう一度すいません、黄色も取らせてください。黄色の枚数も少し増やしてあげて、同じ400枚弱ぐらいの枚数で、はい、これぐらいでトレーニングをしようと思います。で、こうやってトレーニングを続けてると、まあ、データが増えると本当に時間処理がかかるんですが、エクスポートモデルは更新するっていうメニューに変わるので、まあ、どんどん学習を増やしていってデータを増やすと。で、データ大きいとこの結構つながるまでの待ち時間も合わせて長くなるのか、私自身も何回かこれ使ってるんですけど、これでもう1000枚以上ですよね。1000枚以上データがあるようなトレーニングを初めてやるので、結構これにやっと50になりました。うん、1分以上かかるかな。うん、1秒で、うん、3枚いくのに10秒ぐらいかかってるのでだいぶかかりそうですね。ちょっとここで一旦プロジェクトをファイルとして保存するっていうのをやって処理しながらこういうことすると良くないのかな。一応これでデータを保存できるんですが、これぐらいになるとデータの容量も結構大きい、10メガぐらいになりました。こんな風なデータになっています。ちょっと止めましょう。はい、学習が終わりました。だいぶ黒が飛び出ることが減って、で、黒を乗っけると、今度は黒になって、で、ちょっとずれましたね。エンプティはエンプティになるようになりました。これでもう一度エクスポートしましょう。今度はここが更新するってなっているので、これで更新すると、多分更新するとこの URL は変わらずに更新されましたかになって、ここの Y から始まってアンダーバー AM、これは変わらずのままモデルだけが新しくなると。はい、これで新しくなりました。なので、新しくなったので、さっきのセーブも、これももう一度、ダウンロードし直しておきましょう。はい。これでモデルができたので、明日はこの URL を読み込ませて判断させてみようと思います。はい。じゃあちょっと戻しましょうか。はい、ということで今日はモデルを覚えさせるところを一生懸命やりました。はい、ということで、明日はこのモデルを使って、実際に判別機が動くかっていうところを試してみたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に月火水はマイクロビット、木金土はメタバースをテーマに動画配信を行っています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。